少しでも感度を変えたことある人は高評価。皆さんこんにちは、トブチャボです。というわけでね、今日はですね、コメントでもあったんですけども、加速プレイヤーのパート最強選手7人のね、平均感度について紹介していきたいと思います。どの選手もね、聞いたことのある選手だと思うんですけども、一部の選手はね、マイナーな選手ももしかしたらいるかもしれないんでね、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに前回はね、アジアのキーマオ選手とね、パート選手の平均感度についてね、紹介したんですけども、まだの方はね、この動画を見終わった後にぜひご覧ください。それでは早速本編やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで今回紹介する項目は、建築感度、編集感度、視点の静止スピード、視点の静止スピード、 ADS の静止スピード、 ADS の静止続く、左スティックのデッドゾーンと右スティックのデッドゾーン、このね8項目で紹介して、最後にね7人の選手の平均感度を紹介していきたいと思います。それではまず1人目から紹介したいと思います。1人目の選手はね、ボット選手ということでね、建築感度は 1.7、 編集感度は 1.9 というわけで、視点の水平が55、垂直の方も 55% と結構高めなんですよね。 ADS の水平が 15%、 ADS の垂直が 16%、 左スティックのデッドゾーンが 11% で、右スティックのデッドゾーンが 7% というわけでね、ちなみにボット選手の感度やボタン配置、その他のデバイスなどについてはね、僕の過去の動画でね紹介しているので、よかったら見に行ってください。続いて2人目の選手、オーキス選手というね、建築感度1.6、 編集感度も 1.6、 視点の水平が 45、 垂直も 45%、 ADS の水平が 56、 ADS の垂直の方も 56。 やっぱ加速の人って結構高めなんですかね。左スティックのデッドゾーンが 9%、 右スティックのデッドゾーンも 9% と。3人目の選手、アンノンアーミー選手というね、この選手の方はキーマウでもねめちゃめちゃ強い選手なんですけども、建築感度が 2.2、 編集感度も 2.2、 視点の水平が 53%、 垂直の方も 46%、 ADS の水平は 16%、エリゾン垂直は 16%、 左スティックのデッドゾーンは 8%、 右スティックのデッドゾーンは 10% という感じです。ちなみにこの選手の方も僕の過去の動画で紹介しているので、気になった方はご覧ください。次、4人目の選手、アークフラム選手というね、建築感度は 1.5、 編集感度も 1.5、 線の水平は 48%、 線の垂直の方は 56%、 ADS の水平は16、垂直の方も16、左スティックのデッドゾーンは 8% の、右スティックのデッドゾーンも 8% という感じです。続いて5人目の選手、メロー選手というね、この選手の方は FNCS 決勝もねめちゃめちゃ確か1位だったかな、過去に取っている選手で、めちゃめちゃ強い選手なんですけども、建築感度が 1.6、 編集感度も 1.6、 線の水平の方は 50% の、視点の垂直の方は 60%、 ADS の水平は 17%、 ADS の垂直の方は 17%、 左スティックのデッドゾーンは 6%、 右スティックのデッドゾーンの方も 6% ということでね、視点の水平とか ADS が結構高めなんですよね、高速プレイヤーよりも。6人目、ロボット選手ね、建築感度が 2.1、 編集感度は 2.4、 視点の水平の方は 61、 垂直の方は 61、 ADS の水平は 9%、 垂直の方も 9%、 左スティックのデッドゾーンは 5%、右スティックの方も 5% ということでね、この選手の方は視点の水平と垂直がねめちゃめちゃ61とね、めちゃめちゃ高めな選手ですね。はい、続いて最後の7人目の選手、 CRR 選手というね、建築感度は 2.3、 編集感度の方は 1.9、 視点の水平は 53%、 視点の垂直の方は 49%、 ADS の水平は 15%、 垂直の方も 15%、 左スティックのデッドゾーンは 13%、 右スティックのデッドゾーンは 8% という感じです。はい、次、最後に平均感度ですね。平均感度、建築感度の方は 1.85、 約 1.9 ということで、で編集感度の方は 1.87、 まあこれもね約 1.9 ですね。で視点の水平の方は 52.1、 まあ約 52% で、視点の垂直の方の平均感度は 53.1、 これもね 53% ですね。で ADS の水平の方は 20.5、 約 21% ぐらいで、 ADS の垂直の方は 21.6、 まあ約 22%、左スティックのデッドゾーンの平均感度は 8.57、 まあ約ね 8.6% ぐらいですね。で右スティックのデッドゾーンは 7.57、 まあ約 7.6% ぐらいという感じです。皆さんいかがだったでしょうか。自分がね平均感度以上なのか平均感度以下なのかね、これでわかると思います。まあ以上でも以下でもね、自分に合う感度であればそれでいいと思います。まあよかったらね、今回出した平均感度も参考にしてみてはいかがでしょうか。ちょ最後にね、動画の尺的にもねちょっと短いので、メロー選手のプレイ映像を見ながらね終わりしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。
はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。この動画がね少しでもいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またね、わからないところがあったらコメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつじゃぽっ。